ナナコさんとヌスケ先輩の差し入れ開封3箱目いきまーす。はい、さあ、ありがとうございます。いつもたくさんの応援のおかげでビアコチャプチャブラザーズはこのように大変な人気を博しております。いや、そうだよね。ありがとうございます。差し入れのお菓子とかお酒とかなかったら俺は多分栄養失調で死んでるもんな。自分で買え。正常石行け。なんでちょっといいとこ行くんだ。安価なところ行かせてくれよ。はい、じゃあ開けられたんで見ていきたいと思います。よいしょ。車エビせんべい。へー、あ、それめっちゃうまいやつだよ。赤、黒。なになにと、なんだこれ。そよ風ミントティーとうららかローズヒップティー。後ろ2個は分かるけど、赤と黒って何それ。赤と黒の何よ。しそう しそうってこと。黒のしそうってないから、政治の。あんた黒か。いや、それ犯人の時のやつ。なんだこれ、でかでか。うん、あのビッグシルエットのアウターなんですねこれ。ありがとうございます。よし、春用の。うん、これからのシーズン一番ね、着たくなっちゃう。はいはい。かわいい。なんでこれ。うわ、すごい、そんなのあんだ。うん、欲張りアソートボックス、お菓子ですねこれ。 ありがとうございます。うわ、このドット絵めっちゃいいね。めちゃめちゃかわいいね。これなんだ本当に。え、お酒？あ、お酒っぽい。ドポンって言った今。あ、ドポンって言った。ドポンって言った。もう酒かくだ、酒かく。そうだよね、もう手触りで分かるなって言ったんだよな。俺らドポンはお酒なのよ。今度目隠し開封してみる。あー、いいね。あ、ちょっと待って、俺、待って、お酒もあるけど、あ、ちょっとお酒だ。お、神様日本酒でござい、ん、違う、これアナログゲームだ。これは凝ってるね。アナログゲームと日本酒でございます。え、違う、え、一緒だ。何これ、セット。セットですね。そんなことある。お酒じゃなくて、なんかゲームに使う何か。いや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 、だってこれ、え、ドポン、時空を超えた日本酒献上ロワイヤル。世界の神様が日本にやってきた。プレイヤーたちは自慢のお酒を献上しよう。神様たちをもてなそう。日本酒献上カードゲームですよね。普通のコードゲームだよな、これ。そのゲームに使うんじゃないの、お酒を。いやいやいや、そんなことある。負けたらお前一気なみたいな。いやいやいや、嫌なゲーム。チャラいゲーム。え、単純にこの会社が手広く広げてるんじゃないのかな。すごいね、アナログカードゲームも。ありがとうございます。まあでもこれじゃあちょっとお酒を飲みながら遊んでみようかなと思います。で、俺はちゃんと見てたけど、ななこさんがその箱の裏にメグリズムないかしっかりチェックしてた。ここね。ここね。そこに隠れちゃないか。ここ隠しがちや。さすがだよ。これデスノートのキラの隠し方だからこれ、ね。この薄い板一枚で。目隠し開封いきます。はい。俺今見てないよこれ。そうね、中身も。俺も見てない。目障りだ。ああ。待って、これ今何も見てない俺。はい。あ、じゃあ俺は攻めてみようか。はいはい、なんだと思う？ここにお手紙が、シールが貼ってあって。はいはいはい、まあメモね。うん、ああ、成功成功、すごいじゃん。ああ、この形ね。これお菓子じゃないな。お菓子じゃない。うん。待ってね。はい。おお、なんか開いた、ね。開いた開いた開いた。はい。で、なんだったの？メグリズムじゃねえか。さすが、すごい、すごいね。目隠し開封できるんだ。すごい。お菓子じゃないのはなんで分かったの？お菓子じゃないのはね、ここにこれがあるでしょ。ああ、それ確かにお菓子でね。これをね、ここはなんか、そうそう、吊るしてるものじゃないなって思ったから。で、うん、とりあえず中開けてみないとわかんないなと思ったけど、開けたら袋が大量に入ってあって、うん、はいはいはい、薄めの袋で、うん、でもあの手触りで、うん、メグリズム確定でした。すごいメグゲッサー。あ、これ地味にめっちゃ嬉しいな。おお、喉の痛み腫れ、口内炎に喉作れ。これなんだなんだ。ななこさん、もし懸命を答えよう。うーわ、わかー、あー、待って、し出るぞこの。めちゃめちゃ楽よそれ。待って、分かる分かる、カブトみたいなやつね。これ知ってる知ってる知ってる。これ見た。地方はどの辺？関東。関東ではないのよ。俺のリアクションで今急カーブしたでしょ今。いや、関東ではないの。ほう、青森に見えるでしょ。違うのよ。俺のリアクションで変えるなって。青森に見えるね。青森見えるでしょ、うん、違うのよこれ、はい、
ちなみにどこの地域だと思う？千代先輩は。俺もいやいや、どこの地域だと思う？中部。なんのよ。もう全然分かってない人や。ヒント言おうか。いいよ。向きがそれ違うと思うよ。ええー？わかった。長野。違います。群馬じゃない。栃木。かなりすごい偉人を多数輩出してる。歴史。違う。いや違うんだ。鳥もいないでしょ。おお。はい、というわけで次行っていきたいと思います。愛知あなた出身だから分かったんでしょ。出身じゃなくても。はい、ありがとうございます。スポーティングクラブの靴下と巡りづれ。これはすごい。巡りづれ。懐かしの、はい、懐かしスターバース。生きとったんか我。結構前のやつ、スターバース。あ、これいいね。何？このスリーブ。グリーンとレッドの。鼻くそ食う？北海道ヒグマの鼻くそ食う？食べる？じゃねえのよ。そんなもん食わすな。ジャガポックルマジで嬉しい、大好き。ありがとう。休息時間は、まあ、巡りずみやな。まだ大丈夫？いや、まだもう違法よ、もう。松陰先生の学び持ち。思想。政治性。おい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 。これ新しいよね。ちいかわ CC レモンと。ちいかわだからか。ちいかわなっちゃん。あ、だからか。俺普通に飲み物が入ってる。飲み物差しで入ってると思う。ちいかわにちなんだよね。ねえ、めぐりずめ。はい。隠さないんだったら無理に入れなくても大丈夫だよね。そうだね。まるで本当俺たちがめぐりズムをとりあえず送ってきてほしい人たちみたいに。そう。これなんだろう。お、カツオハランボ黒胡椒国産鶏の炭火焼き。いい。ああ、これよく見かけるやつ、美味しいんだよね。まあ、豚干し肉ジャーキーね。初めて見た。ありがとうございます。さあ、今回もめぐりズムが大量に詰まってまいりました。パンパンになるほど。パンパンです。なんかでかい袋が多そうな。あら、奈々さんいつも応援してます、ありがとうございます。差し入れよかったら使ってください、ファンより。ありがとうございます。これ何だろうね。あ、めっちゃいいじゃん。ビアンキのカバンだ。おしゃれ。いいね。ビアンキってロードバイク以外にもこうやっていろいろ出してるのね。こちらもいただきました。七子様との何でしょうねこれね。なんかしかもなんか後ろに、おなんか、なんか息子みたいなのがくっついてるんですよね。なんだろうね。ちょっとまあこれも開けてみましょうか。アンコウでいうオスみたいな。ああ、そう、あの小判ザメみたいな。大きい箱の用具を持っていこうって。まるで俺みたいなやつがいる。そういうことは緑色だから、七子さんを模したってことか。強えやつの。だとしたらいじってきてんじゃん。おお、ピッペルギバイ取ったぞ。なんでそれを付属させたんだろう。おお、いいねこれ。すごい。野菜をもっとっていうやつです。スープとかなのかな。これすぐ食べれるようになってるの。さすがにちょっとあの温めたりとか。あ、もちろんありがとうございます。おい、嘘。なんで回転寿司ポーカーかぶんねん。なんで回転寿司ポーカー自体で2カード出せるんだよ。待って、都道府県カルタもある。みんなが奈良子さんのチビを強化しようとしている。いや、そうだよ。あ、現場は安全って言ったじゃないですか、ステッカー。よしのやつだ。知ってる。ちいかわシールいっぱいブック。あ、めぐりズム。待って、先輩。あ、待って。まずこれ先応援しよう。んで、こちらが、現場は安全って言ったじゃないですか、アナログゲーム。よしかどうしてか。うん。あの、この電話猫のゲームのやつ。はい。で、一応これ、ちゃんとチェックもしてくれてて。うん、あの、めぐりズム、うん、入ってないと思います。よしって。おー、ちゃんと。確認してくれたんだ、現場。うん、確かにサイズ的にめちゃめちゃめぐりズムのサイズ感だよね、これね。そうだね。でも、確認してくれたんだ。おーい、ちゃんと見ろ。よしじゃないじゃん。ちゃんと見ろ。現場は安全って言ったじゃないですか。全然安全じゃない。こういうね、思い込みが、かもしれないが大事だから。出た、かもしれない開封。うん。これ、花セレブの中に、めぐりズムが入ってるかもしれない。はい、めぐりズムでこんな大喜びしてんの、本当うちらだけよ。俺もなんか隠す側に一回回ってみたいな。いや、わかる。あ、なんか誰に差し入れしようかな。あのちゃんとかにめぐりズム差し入れしようかな。なんですかってなるだけ、あのちゃんだったら。変な入れ方されてる。あのちゃんだったら言うだけ。タオルかなこれ。
よいしょ、タオルって書いてるわ。うん、タオルが入ってる。で、こちらもタオル、ありがとうございます。育てるタオル、うん、なんかね、洗うたびにふわふわになるらしいフェイスタオルだって。へえ、ありがたい、ね、初めからふわふわの状態で出荷してほしかったよ。いや、違う、そう、企業さんにはもっとふわふわになるの。もうふわふわなのに。いや、ベストの状態で出してこい。いやいやいや、どんどんふわふわになるの。何俺らに育てさせとんねん。いや、違う違う、ヴィンテージとかあるでしょ。ほら、あのさ、ジャージはさ、時間が経てば経つほどさ、革靴の味が出るとかあるじゃん。何なのこれ。お、え、海外版だ。すごい。海外版のポケカだ。俺実は海外版全然持ってなかったんだよな。ありがとうございます、すごい。やっぱこれアメリカ版かな。うん、メダルもアメリカサイズだもんね。いや、そうだね。やっぱあのアングロサクソンの人たちはあの日本で売ってるメダル小さすぎてさ、扱いにくいんだよ。あ、かわいい、コダックとメタモンの靴下。これもさ、うん、あ、海外かも。よそで買ってきたんじゃない。よそって言い方。よそって言い方した。ポケモンゲームサウンドライブラリー。聞けるんだ。聞けるサイトがあるんだ。へえ。アクリルキーホルダーコレクション。ありがとうございます。すごいね。これあのうちで買ってきたやつ。これはうちで買ってきた。これうちで買ってきたやつ、うん。その他はよそで買ってきた。豚虫肉。うん、崎陽軒の横浜のめっちゃいいね牛肉角煮、こんなの出してんの、シューマイチリ、おう、まそう、これめっちゃいいね。シューマイ、崎陽軒といえばシューマイ、シューマイ麻婆と横浜カリー、中華屋のカレーうまいんだよな、これはいいぞ。もし持ってたり興味がなかったらごめんなさい、面白そうかなと思い入れてみました。なんだなんだ、はあ、面白そう。謎解きミステリーボックス、謎解き、謎解き、謎解きだ。 IQ157 の謎解きだ。中に謎が入ってる。あ、違う違う違う、 IQ157 佐藤雄介からの挑戦状です。ああ、それを解けたら157じゃないの。うん、 IQ157 の男が突きつけてきた挑戦状です、うん、今若い人たちの間で流行っているそうなんで、よければぬんすけ先輩と遊んでみてください。何だろう、何が流行ってるってん だ, んだ、まるで俺が若い人たちが楽しんでるの知らねえみたいな言い方じゃねえかよ。そう、てか俺らが若い人なんだから。いや、そうだよ。虫神器、聞いたことなかった。おじさん聞いたことない。あー、これは虫神器だ。何知ったかぶってんの。これはあのー、今若い人たちの間でとても有名な虫神器ですよ。全部書いてあること言ってるだけじゃん。はい、続きましてこちら、はいよ、ディーン&デルカ。ああ、あの缶詰お惣菜、缶詰のお惣菜のやつですね。でこちらが、砂肝のアヒージョだ。うーん、こういうの美味しいんだよな。七子さんちで飲み来たいな。わかる。差し入れでいただいた飲み会開いてみたい。あ、めっちゃいい。おつまみとお酒と、ね、薬用化粧水だって。なんか良さそうな感じが、ね。ザ・タイムリセットアクア、時間がリセットされるんだ。これ良いね。カレーが、カレーっていうのやめてもらっていいですか。なんでよ。お、言葉が重すぎて泣いちゃうから。言葉が強すぎて俺泣いちゃう。おお、すごい。イラストはこれ描いたやつだよね、多分ね。七子さんへ、にうどん県、それだけじゃない香川県。なんで脳が丸見えになってる。確かに。あ、うどんの脳ってことか。あ、なるほどね。え、これってさ、なんかのキャラ本当にあんの。うま、字もめっちゃうまいね。うまい。え、これ自作のキャラだったら俺らが作ったことにして。うどんの、ね、めっちゃいいよそれ。うどんの、なんだこれ。レオマやん。なに、レオ、なに、レオマはリゾート。はあ、チケット入ってんじゃない。いや、紹介してくれてるだけじゃない。こんなパンフレットですね。来いよと。え、レオマリゾートパーク貸し切り、収容人数2万人。あ、ここでなんかやれってこと。あ、そうね、パロットシアター22万円で300人で、うん、あのできますよっていう。遠回しに来いって言ってんのか。そうね、レオマに来いって言われてます、ね、レオマに行くかじゃん。いや、いずれ俺たちもあのレオマ収容人数2万人行けるようになりたいよ。2万ってすごいね。あそこであれじゃない、リアル鬼ごっこやったらいいんだよ。うわ、楽しそう。それ最後、これ最後、これ4箱目最後ですか。最後 OK です。4箱目最後、おー、ベルサイユのバラのせんべいだ。ベルバラ店行ったのかな、それとも普通にあの宝塚の、宝塚のお土産っぽいですけどね。へえ、こんな展開してるんだ。あ、書いてある、こちら私の地元宝塚の優雅なお菓子になります。優雅だね。うん、ぜひアフタヌーンティーのお供にどうぞ。ありがとうございます。こんなの売ってんだ。
はい、というわけで4箱目は以上となっております。はい、じゃあラストスパート残り5箱目6箱目開けていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。はい、いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。